ザを一から手作りできるサービスがあるの知ってる？ちなみにこれ1枚いくらでしょうか？ということでやってきたのはみんな大好きドミノピザ。彩香の袖は邪魔くさいので切り落としていきます。しっかり手を洗ったら制服に着替えて作業スタート。生地を一から伸ばしていくんだけど、店員さんが丁寧に教えてくれるから失敗しないでできた。ただこの生地を持ち上げて移動させるのが意外と難しい。一発じゃ上手にできなかったのでやり直し。まあこの作業はうまくできないって分かったんで全部やってもらいました。イケメンお兄さんありがとう。ピザソースはめちゃくちゃ上手に伸ばしてどうやっている彩香。このチーズかける作業はどうしても素人には難しいみたい。そして最後は具材をこの中から好きなだけのせ放題ってやばくない？彩香はどんなのを作るのでしょうか？ちなみにニョンのは斎藤ゆうきりのお兄さんに全部お任せしました。そして出来上がった2種類のピザがこちら。彩香のほうは肉まみれです。ここからは5分焼いていく。店舗によっては生地も一から作ってるらしくて、これもまたうまいんだって。ちなみにお兄さん僕たちのこと知ってます？存じ上げないです。あ、そうですね。モザイクかけます。モザイクかけましょう。かけましょう。はい。そして我らのピザが焼き上がりました。ピザを拾い上げるのも難しくてどんどん奥行っちゃうやつ。焼き上がりはこんな感じ。両方めっちゃうまそうじゃない？切るのもなかなか苦労したんですが、まあこれでよしとしましょう。ちなみに大人は参加費1000円、2枚で2000円、安くない？持って帰ってきて早速ピザを食べていく。めっちゃ美味しかったんだけど、彩香のは全部繋がってました。もう一回行こう。今から行く？うん。